はい、皆さんこんばんは。今日ですね、24時間の心電図をつけてきました。こんな感じ見えます？よいしょ、こんなんね。で、こことなんかここら辺とかかな、なんか3箇所ぐらいどっか止まってるんですけど、ちょっとどこかわからへんけど、ここか、こことここにつけてんのかな。うん。で、今日ね、初めて見た方は何のこっちゃっていうことなんで、ちょっとだけね、説明しますと、少し前にね、動画でもお話ししたんですけれど、なんかね、心臓がたまにドキン、ドキンみたいな感じで強く、なんていうの？脈打つというか、なんか鳴ってて、で、そのたんびに、みたいな感じで、ちょっと苦しかったんですね。で、これ自体は僕、その年に1回あるかないかぐらいのね、頻度で経験したことは何度もあるんですけども、今回はその、例えば朝からお昼過ぎまで、それも2、3分に1回ぐらいの感覚でね、ドキドキなったりとかしようのが、何日も続くっていう感じやったんで、心臓のことですし、怖いですから、僕、身内でね、心筋梗塞で亡くなったおっちゃんもいますから、ね、それをちょっと頭によぎりますし、怖いんで、病院に行ってきたんですね。で、心電図をしてもらって、なら、なんか、気概収縮っていうのを言われたのと、もう一つは、左軸変異っていうのを言われたんですね。気概収縮は、僕が出てる症状と同じみたいな感じで、たまにドクンドクンってなる、その不整脈みたいな感じですかね。ちょっと正確にはどう表現したらいいのか分かんないですけども、そういうやつと、で、左軸変異はなんか心臓にね、こう電気がこう流れるわけですよ。で、これ心臓をこう動かしてくれるわけですけど、その電気の流れの向きがなんか普通はこうなんですけど、僕はなんかこうピョンとこう左に向いてるみたいな。で、左軸変異っていう名前らしいんですけど、右軸変異っていうのもあるらしいですよ。うん。で、まあ、それも言われまして、で、どっちもなんか直ちになんかどうこうなるもんじゃないと思うし、気概収縮に関しても僕よりもっと頻度が高い人もいるから、大丈夫だとは思うけどねっていう風に先生に言われたんですけど、もし気になるんやったら、この24時間心電図で、左軸変異に関しても、心臓のなんかね、向きの問題らしいんですよ。だから横たわってたりとかしたらまたそういう向きになるしとか、例えばすごく太ってて、ほなお腹がね、こう圧迫されて、こう内臓がこう上がってきて、ほんなら心臓もちょっとこう、なんていうの、こうなるでしょ。ほんならそれでもやっぱり電気の向きがこう変わるから、そういう風な波形が出たりするんだよっていう風に言われたんですけど、まあ言ってそんな僕そこまで太ってるわけでもないですから、まあ一応それもちゃんと調べるんやったら心エコーやねっていう風に言われて、うん、で、まあちょっとどうしようかなと思ったんですけど、一応どっちも検査しようと思って、で、今日はこれ取り付けて、で、明日の夕方にこれを取り外して、で、また心エコー、その後で心エコーをするっていう感じなんですね。で、まあ、これをつけたことがある方はね、知ってると思うんですけども、なんか普段通りのね、生活をしてくださいっていうふうに言われまして、例えば運動するんやったら運動したらいいですし、で、お酒もね、飲むんやったら飲んだらいいと。で、なんでしょう、そうやな、入浴に関しては、その、まあ、僕この暑い時期はちょっとお風呂のお湯には使ってなくてシャワーばっかりなんですけど、入浴はあえてした方がいいかもねっていうふうに言われましたね。まあ、40度以下ぐらいで10分程度っていうふうに言われましたけど、うん、まあ、ちょっとね、心臓に負荷かけたら、その普段出ない波形が出てるかもしれへんから、それはあえてやってみてもいいかもしれんね、普段入れへんくてもっていうふうには言われましたね。うん。ただそのこれ何やろね、患者さんあるあるっていうんですか、病気あるあるっていうか分かんないですけど、今日ね、検査ですけど、
1週間ぐらい前かな、ちょっと忘れましたけど、に病院に予約入れたわけですよ。ほんならね、その時はやっぱりねドクドクしよったんですけど、今日が近づくにつれてね、もう治ってきたんですよいいことなんですけどね、うん、なんかね、診察行った時に限って症状落ち着くっていうことはありますでしょうまさしくそんな感じでしたね。いいことですけどね、うん、はい、果たしてね、まあ、1回2回でもね、その僕が言うてるっていうのがなってくれたらね、僕の体に何が起こってたのかっていうのは分かるのかなっていうふうに思いますけど、果たしてどうなることやらね。明日せやからね、仕事はちょっと早退させてもらって病院に行くことになります。またね、結果が分かったら動画とかで報告させてもらおうかなと思います。はい、では今日はそんなところでありがとうございました。おまじゃ落ちるで、あんた俺が置いてるやつ全部崩していきよんな、それ。え、それもうパパのもうズボンはやくちゃやんか。あ、落ち着いた。まちゃん、その服とか洗濯物の上に寝るの好きやな、まるちゃん。な、たまになんかごっつい高く積み上げたタオルの上とかにも登っていこうとするもんな。でもなっちゃん、山の大将になりたいねんな。みんなそこに置いてよ。まーちゃん、まーちゃん。さあ、僕らのご飯もできました。今日はね、ママが、あ、ちょっと待って、虫止まった。今虫ここ止まった嘘やろ、お前が小林みたいな見えたで今。動画どころではなくなりました。ね、昨日生配信で、最後に作った鶏チャーシュー、豚チャーシュー、鶏チャーシューや、鶏チャーシューを、ママがパンに挟んでくれました。サンドイッチにしてみました。はい、美味しそう。照り焼きサンドみたいな、ええ感じやね。卵焼きとね、なんかいろいろ入ってますわ。昨日のニラ玉のことをやってたサンド。ああ、そうなんだ、なるほどね。はい、ニラ玉とレタスが挟まってるそうです。じゃあ食べていきましょう。コーヒー、じゃあいただきます。合うね。いける？朝から幸せですわ。じゃあほんならパパ食べていくわな。食べたらちょっと遊ぼないしな。まあ、じゃあワンワンマルシェに備えて顔周りきれいにしようか。べっぴんさんにしようか。整えようかな。な、うん、かわいい。鼻キッス。